さあ行くぞー GO!4321GO!不安だよな、この2本目は。手の内を晒した後だからな。大丈夫かな、バタは。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高くてホームコースの俺たちの方に有利に違いない。それでも一敗一分けは厳しいが、田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3BF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろう。さすがについてくるか。無理もねえな、こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。3VF のメリットがメイクポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケは。同じ通勤型車両だが重量兼電動変速か。考えたもんだ。出てきた。隅っこに隠れてるのは嫌だな。ヒルクライムはすごいバトルだけど、あのダウンヒルバトルの時にしたらたっぷりと四つに組んだ20と1に使えられる。ワットは四つに使える。たちまちは組んだ。これだけのバトルを応じてくるとは言わない。相手はプロジェクトリーダー。本当にすごいよね。でもいいのです。勝つのはダーリン。ダーリン。何にハマってるのか分かりやすい。相手の発電力は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M5。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の 8500 回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットはどんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めば対地直下制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。500が前に出たぞ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。ずいぶん早くに動いたな。涼介、涼介は大丈夫だ。涼介さん、こんなこともあろうかと密かに運び込んでいる。負けねえぞ。この展開になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。10年越しの悲願、
今、凌介さん、実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。たかが雨でそこまでヨレヨレになっちまうのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってのによ。何かまともにやり合うことはねえんだ。二人ともかなり疲れてきてるんだろうな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんだけど、一発程度にピークを合わせて集中力を高めてるんだから、予定外の2本目はかなりきついはずです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるようなら、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つく時はあっけないと思いますよ。くそ、えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな、疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くもんじゃないらしいからな。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界は悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ。まず判断力が鈍る。反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになって、2つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わるぞ。頑張ってね、ダーリン。負けないで。恐怖は、ダーリン。ダーリン、見境を失ってくる。にしても、この夏後の人は何やねん。何やねん。何やねん。あんなところに、電車フルピー落ちないくん東急5000系が。ああ、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、向きを変えるんだ。ああ、いやでも、何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。間一髪だぜ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんだ。魔が差したとしか言いようがないぜ。自分でも嘘だろって気分だ。ていうかマジ嘘だろあれ。お兄ちゃん、大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたい。ねえお兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。よし、夜が済んだな。入るぞ。撤収。ぼやぼやするな。さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカトゥー。凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。